らで残ると枯れたいからどうも、ぱちゃんです。今日なんですけども、サンパチの神様であるガレージケンさんのところに来ました。すごい鳴り響いてますけど、先ほど GS のサウンドがバリバリ聞こえてたと思うんですけど、まあ、元はですね、あの GS の神様とも、言われていたということで、今日については僕のこの GS をセッティングしてくれるということでやっていただきます。ではちょっと早速行ってみたいと思います。早速ガレージケンさんです。寒いですね。寒いんだよ。寒いあ、すいません。あ、どうも。今日はこちらの吸い込み研究をちょっとしていただくということで、アキラさん、これなら切れる。俺切れるから。あ、お借りします。多分ちょうどいいと思うよ。俺がピタッと入るから。いや、俺でけえっすか。全然あったかい。大丈夫ですよ。おう、ほら、食ってあげる。なんだよ、お前、取ってくついてんのか、お前。もっと取ってくる。金子さんに切れるよ、これ。あ、上着してる、上着してる。あれ？あ、でもいつもの上着です。あ、いつもの上着してる。あ、もう、おざす。いつもの上着に、なんか絶対 T シャツだから。おざす。なんか T シャツっすね。おざす。おざす。ありがとう。いや、もう箱なかった。珍しい。バラテルでしかないって言われたんで。寒そう。朝寝起きこれだったよね。この前、あれなんだっけ、バイク神社行った時、みんなに寒くないのって言われたけど、実際寒かったよ。寒かったよ。バイク神社寒いよ。マジですか。あれ栃木の方じゃなかったっけ。栃木ね、あれね、寒い、絶対寒いですよね。向かの先、高根沢の方。切れと言ってくれてる。あ、はい。ウェットブラストの再生武器なんだね。うん、これの勝手に見て。これチャットです。チャット機みたいなやつ、チャットだよ。そうですね、はい。初めて来た時に注文したんだっけ、はい、お願いしたんだっけ。そうですね、はい。ブラジコの綺麗な感じの感じで。これもついてます。ついてるよ。マジで、セットです。チャットは。こんなのあったの。いや、俺デビュー戦行こうぜ、ね、なあ設定がないとダメですよね。だってオートレーサーになるんだもん。えもう20点受かっちゃって、あと面接だけ。そうなんすか。マジで。えあと親父のこれが見つからなかったら多分行け
前回は。あと メンダーだけだった。ああ、ほぼ完成。すごいっすね。違う、結局そうなるね。結局やろうと思ったから。いや、ケースでもやったのに。自分でやって、ちょっと悩むんだったら、持ってきて、やってもらった方がいいのよ。だってどっちにしろそこまでポイントの調整一緒に行ってもらった方がいいんじゃないかな。思っちゃうっすよね。だってもう俺アクセルワイヤー交換するって言っただけでも全部やらなくちゃいけない。結局はね、結局はそういうのです。その時にだからその時にやっぱり面倒くさいですよ。散歩しってアクセルワイヤーワイヤー変えるだけでも箱ミートは箱ミートしてるんですよね。ケッチの運転だったら結構覚えられるっつってね。ケッチとかだとバンビも、ね、絶対散歩に乗った方がいいと思うんですよ。かっこいいっすね。かっこいいよ、うん、間違いなくバンちゃんよりケンさんちの娘の方がキックうまいよ。センスの間違いなくうまいよ、うん、僕だから突然変異しちゃったんで。なかなかここまでセンスがないですよね。あ、乗ってま、乗りました。その辺凍結してるところで出てすぐかな、じゃあすぐそこ降ったんだね、ケイさん、こっちね、雪、うん、うっすら積もってる。昼何するか、肉丼肉、あいつは肉丼って言うんだけど、肉丼は二連ちゃんはね、でもうまいよ。どこだ、行ったことねえよ、たぶん吉屋。違う、吉野家。いや、吉野家じゃねえよ。吉野家俺は行ったことないですよ。吉野家じゃない。だから、うん、吉野家、松屋、すき家とか行けなくなるの、そこの肉丼って。肉丼食っちゃう。だから、ケイさんが吉野家ラーメンもあるんですよ。米屋あるある。いや、米屋だ。米屋。ラーメンもある。昔ながらの中華スープ。あ、いいな。じゃあ、肉丼とラーメンだな。全然食える、はい。佐藤が肉丼とラーメン食ったって言うから。あ、じゃあ、バンバ両方を盛りたいです。あいつどこまで行ったの？知らない。ガソリンがないからって言って、そこのスタンドでおばちゃんのところで入れてくるって言ってたから、そこからどっか乾いたところ走ってんのが楽しくなっちゃって。コンマ5が入ってたって元々寒いべ。もうチンチンキュッてなった。身の内が。俺この間すごい風の日乗ってたんだよ。25秒。死ぬかと思ったもん俺。あ、それ結構それ温度も上げられるんですよ。欲しいよ温度。だから結構溶けてちゃんとした収納だからもうみんな溶けてくれるんで。ペスタリーって。ペスタリーってわかんないよね。ばあちゃん。つついてます。あ、そうかな。つついてます。聞いたことある。聞いたことある。聞いたことあるけどわかんない。違う、女性用コンドーム。そう。おお、あ、中にこうやって入れて。中に入れて。知らなかった。知らないんだみんな。聞いたことあるけど、なんだろう。マジで。バイクの部品かと思った。全人ぶってんじゃねえのみんな。マジで。しましょう。本当に使ったことないんだ。使ったことない。やっぱもうこれ以上喋るから。今バカなやつばっかりやってる。それから。使ったことありますか。その後。さっきの VM2級のキャブ、覚えた VM2 級。バカ出ししてもないと。バージンマットの29歳って言うんだからな。あ、そうですね。ほぼ P じゃん。P とかバキューとか言ってたもんな。いや。でもそんなバカやな。それ15分ぐらい落ちてる。スイングオンって、今にします。なんだっけ、フレンズですか。フレンズの、どっちかの上だろ。どっちかの上だろ。上だって言うんだろ。上だって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 。ちょっと打ったぞ。食べたんだよ。
神様って言われてたんですよね、昔。ちょっと聞いてます。なんか暴走族がいっぱいだから GS ばっかりじゃん。そんな感じだよな。あ、で GS が多かったからいろいろやってたみたいな。あ、そういうことです。で、最近はサンパチが多かったからみたいなとこもあったんですかね。そうそう、あ、いつもの状況が変わるから。はい。じゃあ GS の神様、やっぱりこうじゃ新しいやつでいきますか。吸い込み研究所って言ってきました。ワンちゃん、これ耐性ペーパー当てたの？本当に耐性ペーパー、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 耐性建設じゃないですか。だからブギーかと思いました。何ですか？これリム耐性ペーパー当てた。リムってどこですか？リム。おもちろんです。はい、しっかりと。いや、やる気が違いますか？はい、だって体重当てればあそこまで光るんだね。普通はそんな光るんですか？やる気の。あ、だってそういう思いが出るんですよ。セコミ役でいいじゃん。なんか若いやつにやる。いや、違いますよ。おー、確かにめっちゃ光ってますね。おー、全然違いますね。汚れちゃってんのかさ、はあ、全然。おー、めっちゃ違うな。体重ペーパー当てて、はい、バーってやるとなる。じゃあ俺やってなかったかな。で、汚れるのがあれだから、はあ、普通のあの車用とかのワックス塗っとけば。あ、そうなんですね。え、なんか確かに違いますね。全然違うでしょ。全然違いましたね。あ、さっきかけたんです。朝全然かかるって。確かに。確かに違う。前のやる気だもん。自分が輝いてるんですか。いや。バイクは輝いてる。いや、バイクは輝いてる。いや。だからバイクなんかやるディズニーランドやらんけど。そう、ディズニーランド。沖縄は沖縄何やる言ったの。はい、いや、暴走しに行った。いや、旅行です。あの、ただ旅行行きましたね。家族旅行一緒に。はい、大変だな。いろんなとこ行って大変な。ええ。あ、岩壁が落ちちゃったよ。いや、あれ超高かったっすよ。5メーター。もし俺だったら、はい、後ろがいて俺タックして俺も後ろっぽっちゃう。それ一番美味しいじゃん。絶対楽しいでしたね。そのれやっつって。結構びっくりしましたね、本気で。あのあれ、だいたい橋もついてるから、これ登れるよ。いや、なかったんですよ。なかった。探したんですけど、なくて。で、しかも戻るに50は絶対ありましたね。俺がいてみたいな。じゃあダメだ。浮き足行くよ。うん。いや、あれはびっくりしましたね、本当に。キュキュしちゃってんね。おーはおーはっていう。だからね、キュキュ言ってなかったの。タラハンのおばちゃんみてぇなもんだよ。なんだこれ、なんだこれ、なんだ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 、なんか当たった。ああ、魚谷のステイが。魚谷なんだ。知らねえよ、今。書いてあるんですよ。今金子さんが言ったから合図打っただけだろ。見たら SP3 って言ったらこうだよ。 SP2 は何か分かるか。スーパーオーク2だよ。2回戦スーパーオーク2だよ。でも、あ、でもたまたま見たんですけど、まあ、ロータについた本当に見て、おい、SP2 っていうんだっていうのは長谷って言って。全然違うのよ。ちょっと付けたもうちょっと中谷って言ってない。タンタンになっちゃう。中谷タンタン。みんなこのヘッドのとこのゴム使うんだよね。違う、これオーリングか。なんだろう、オーリングですね。すごいね、合うもの何でも。そうだよ、おかしいらね、俺と金田いから結構なのギラギラ帽子って。あるしよく神って言うのよ。神はねえよな。いつね。でも俺もケンさんも、ね、あれだよ、毛根死んでねえからな。
お、ほんと、そうね、確かに。そうそう、はい、あの、これはおしゃれだからな。はいはい、そうっすね、やっぱり。違う、どんな話か分かんないですよ。今からどうすれば。違う、どんな話か、何て言っていいか。気をつけた方がいいな、マイナスドライブがちょっと進むから。本物知ってたらハゲだけど、俺らちゃんと処理してるんだから。おお。うちのボスだよ。おお、ボットスピードいいの。あ、そうなんすか。タッチしただけの。箱スカ今乗ってねえな。箱スカなんかレースにいろいろやってて、うん、TS サニーとか。あ、そうそうそう。サニーか。リバレン家で一番有名な男だよ。へえ。多分カナダさんがリバティなんかでしょ。多分。ああ、リバティの社長だよ。はい。あいつ TS やってるけど、スポンサーがリバティだよ。あ、そうなんすか。ああ。うちの親父もちゃんと認める人。あ、あいつは最強の男だよな。そうなんすか、うん、何やらしても上手。ああ、そうなんですか。車乗らしてもバイク乗らせても超速い。あ、本当っすか、うん、これ、一緒にやらさ、軽くないっす。軽くないからいいんだよ。軽くないからいいんだよ。そうなんすか。じゃあ、戻り悪いから。戻り悪い GS が一番クソだね。もうダメ。カルバネって今みんなダメだって言うんですよね。入れないよ。包丁は合わないし。そのバネの力でやっぱりカチッカチッってきっちり締まるから。戻ってなんぼすかね。そう。きっちりカチッカチッって締まる。だって俺なんか修理入ってカルバネ入ってみんなぶん投げちゃう。超入りましたけど。調子悪い元だよ。もうだから産協さんとかで売ってんのかなと思いきや、カルバネじゃありませんって。カルバネはなんかよなんか出てますよね。オモバネって作る人だよ。オモバネを作る人だよ。重くていいぐらいですよ。だって重くはないんだよ。純正部品作ったんだけど、どうだよオモバネって言ってみんなカルバネにしちゃって純正も捨てちゃってからさ、ないんだよ。金田の電気取って、あ、見えねえ全然。どこに穴が開かない。持ってますよ。さっきライトはいらないって言ってたじゃん。あ、いいっすよ。もしあれだと今日、あ、今日持ってきてないか。落ちないようにしてるから。多分ありますよ本当に、見つけたら。はい、取ってきますよ、見つけたら。
俺もう分かってきたもん、ばあちゃんのいいあの口癖。確かに。確かに。その時聞いてない。絶対分かってねえのに、あ、確かにってするだけ、なんとかその場を切り抜ける裏技の、あ、確かに。それからっつって。向こうに言わせる。自分が それか。最初の説明ができないから、それからって、向こうの大事に。やっぱ一番詳しい方に。確かにすごいよね。確かにそうですね。何でも乗り切れますからね。うん、うん、確かに。今乗り切れます。で見てる時はやっぱみゆちゃんね、突っ込まれる時が一番楽しいよ。見ててね。いや、みゆ結構言うんですよ。ね。うん。あれ男っぽいもん。結構。クソなにきます。でもここ最近で笑ったのは。あの YouTube 上で、あ、痩せろって言ったあれが一番笑って、あれやばいですね、あれ面白いですよね。指名言葉ですからね。でもバンビーさんも今年激変すると思うんで。あ、そう、はい、きっと。きっと。髪の毛の色変わったしね。あ、そうですね、あれまた黒くなりましたけど。あれ、マッスも、え、ちょうど本当にすごい食べるし、やべえな。やばいですよね。で飲みとかより牛丼食うんだもん。飲んで汗かくのに牛丼食ってた。まだ若いからだけど。そうだね。無理っすよ。だって池袋で漏らした時はね、もう男性用のあのほらこれに、そうこれに正面の方にうんちしたから。そっちにですか？そう。え、だってあの間に合わない。間に合わない。あの飲み会とかで飲んでてさ、腹下っちゃってコンビニ行ったらトイレ貸してくんねえの、池袋の近辺。え、そうなんすか？だから駅行けばあるからって言われて、で駅行ったらさ、こっち 160m だ、130m って書いてあってさ、右にトイレマークあったもん、うん、歩いてたらこの 80m 行きたいって書いてあるずーっと行ってるうちに駅の改札の方まで行っちゃってさ、振ってみたら改札の中にトイレあったんだよ。もうトイレのマークがあって、そしたらもうすいませんってお腹痛くてちょっとトイレだけ行ったら入場券買ってくださいって言われてさ、わざわざ俺入場券買って俺しょうがないからそれで入ってったらもう中入ったらさ、ショーの方は空いてるんだよ。1人しか使ってなくて3個あって、で台の2つはもう両方ともいっぱいで並んでるわけよ、みんなこうやって後ろの5人ぐらい。で1人目は我慢できたんだけど、もう2人目の時にさ鳥肌立ってきちゃってさ、もううーってなってダメだと思って、もう無理だと思ってショーの方を見て、いいえってもう今だと思ってパクって上で戻してこのあそこにグーンってやってシャーッと山もシャーッって誰かいたんすか？いる、みんな並んでる、5人ぐらい並んでるからそう、みんなの前で普通にブツブツブツってやっておったらさ、なかなか流れねえんだよ、こうやってさ、あの何回も俺さ、そば寄ったり近いついてさ、センサーにさ何回か流れたんだけど、そうガチな、もうそう、ガチおったら次に並んでたやつがさ、先どうぞ、あと拭くだけですよねって言われたから、確かにと思いながら先どうぞ、ありがとうございます、ドア開けたまんまでそのままつけて拭いて拭くだけですよね、あと拭くだけですよねって並んでたやつに気づかれちゃって、いつも変な気遣いする、そう、でもいいやつよ、いいやつよ、いやもう、並んでるやつみんなひよってますよ、ひよってやべえか、いや、いやあれもほんと喧嘩した時やばいよ、鳥肌と、ああ、っていう、ただじったただじったでもやっぱりカッカ熱くなる。俺買いましたね、それ便利でしょ、便利これ、はじめなんだっけ、天敵の台の話になってから、天敵の台お前、なんでこれ天敵って言うんですかって言ったら、天敵みてえだろって言うから、天敵の台がなんとかだったら本当に買っちゃってんだろ。これいいっすよ、超便利っすよ、うん、で、安いやつはダメなんだってケンさんが言うね。安いやつ、ある程度狙いいってるやつじゃないと、高いやつじゃないと、うん、安いやつはダメなんだって言ってた。安定性がないですよ、これ足が4つのやつか3つのやつか、うん、3つのやつダメダメっすよね、うん、あ、やっぱそういうのあるんですよ、 ですよ。あとあの、ハンドがついてるからね、患者はほら、そうやって乗って、そう、一緒に乗ってあげるやつがいい。うん、あ、ダメだ、もしかしたら。キーあると、ここで。あ、キーがあるか。